日本の処理水放流に反対していた韓国さんですが、米国から放流について何も問題はないと言われた結果、韓国も IAEA の基準に従っていれば反対する理由はないと言い出したようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。チョン・ウィヨン外交部長官は19日、日本政府の福島放射能汚染水放出の決定と関連し、国際原子力機関 IAEA の基準に合った適正手続きに従って進めば反対する理由がないという立場を表明して注目される。チョン長官は同日午後、国会で開かれた政治、外交、統一、安保分野の対政府質問で、今後も日本の原発汚染水放出のために政府の反対の立場は変わらないかという趣旨の共に民主党のムン・チンソク議員の質問に、反対というより国民の健康と安全を最優先にし、3つのことを日本政府に一貫して主張していると述べた。チョン長官はそれとともに、十分な科学的情報提示、韓国政府と十分な事前協議、 IAEA 検証過程に韓国の専門家研究所代表の参加保証など3つの条件を挙げた。続いてこの3つの条件が設けられ、我々が見て IAEA の基準に適合し手順に従っているのであれば、あえて我々が反対することはないと説明した。チョン長官はムン議員が国際社会との連携が必要であるという趣旨の指摘に、太平洋沿岸国を中心に協議しているとし、すでに太平洋島しょ国16カ国は隣接する5カ国と同じ立場を発表したと述べた。また IAEA も我々政府の基本的な立場に共感を表明したとし、欧州連合 EU も私たちの立場に同調する声明をすでに発表したと説明した。チョン長官は国連の専門家たちも我々政府の立場に共感する声明を発表したとし、政府は今後も両国間、多国間外交活動を通じて我々の立場が貫かれるよう継続努力すると強調した。このほかチョン長官は国際海洋法裁判所の暫定措置などの司法手続きの準備については様々な実効的な対応策を検討中とし、その中に司法措置の内容も含まれていると述べた。チョン長官は国際法的対応手順をめぐっては日本が透明な情報公開のための十分な協議義務があるとし、国際国連海洋法条約に基づいてそのような義務手続きが履行されているのかを見て、日本の措置が不十分であると判断した場合、国際海洋法条約に基づく国際紛争解決手続きに付託することができると思うとした。それでは韓国さんの反応です。それは正しい。適法に放射能数値の基準に合わせて放流するなら問題にならない。しかしその調査を信憑性を持って透明性を持ってできるかが問題である。正しい言葉です。適法に処理すれば問題はありませんが、あまりにも騙すことが好きな日本の政界が問題であり、その調査は信頼できないでしょう。韓国が参加するとしても、それについて真実を話せば、日本はその問題を政治化しようとするでしょう。絶対に放流できないようにしなければなりません。本当の問題は、対外的には反対しないとしておきながら、国内では反米反日扇動に利用したということだ。トゥゲムンどもは、なぜあれを見ても土着和光だと攻撃しないのか？国民の力党があんなことを言えば、キム・オジュン、サハロン閣やトゥゲムンどもは土着和光だと激怒していたと思うが、数値の問題なのではなく、人間にどんな影響を与えるかわからないものがたくさんあるということだ。わからないから放流禁止にするのだ。だから、それを示すために設けられたのが基準値だろう。放射能は自然界にも存在している。日本に透明性を望むということからして話にならない。すでに政府は検討して問題がないと結論付けただけに困ったことになったね。それが基準を通過することなどあり得るのか？だったらお前も飲んでみろ。調査、資料、情報共有などが透明に進められたことのない日本なのに、今回だけが可能と信じるのは無理があるのではないか？適法でもダメだ。法であれなんであれ、
ダメなものはダメだ。IAEA の基準に合っていれば、と話した。つまり、日本に IAEA 基準に合う資料を提示するよう要求したんだね。あえて提示できないであろうものを要求し、反対する明文を作ったということだ。日本に同調するという発言ではない。解釈に気をつけろ。それを知っていながら、あのようなニュアンスで記事を書いたのであれば、記者の資質や狙いが疑わしい。反対する理由がないのか、反対する自信がないのか。原発を使用する国は、どこもあのようにして捨てている。韓国もだ。人体には、何の問題もない。ちょっとは、科学の勉強をしろ。中国の原発汚染水から測定しろ。日本の放流は太平洋だが、中国放流は、インチョン沖に直接来る。昔は、放射能自体が有害なのかもわからない時代がありましたが、その後、白血病や癌で死んでいく人が増えたことで、遅ればせながら危険だと認知するようになりました。海に放流すれば、知らなかったでは済まない、取り返しのつかないことになります。汚染水の中の処理されていないいくつかの放射性物質のうち、短いものは半減期が5000年ほどで、長いものは数百万年以上かかります。それを、処理費用を削減するために海を汚染するなど容認してはなりません。ちなみに、IAEA は日本が買収しました。WHO と WTO を中国が買収したように、外交部の長官たる者が国益を考えずに日本の利益のために発言してるね。数値は操作できる。数値を騙して全て流してしまうだろう。海の怪物が現れてから後悔するのではなく、最初から阻止しろ。透明に放流するなら反対する理由はない。しかし、それを原発利益団体である IAEA だけが検証するのであれば信用できない。ということで、ちょっとこの記事を読んだ感じ、すごく上から目線で、誰が誰に何を言っているんだって感じでした。そんなに言うなら、今まで通り反対してくれていいんだけどって思ったのは、私だけではないですよね。そして、コメント内容も、本当に、誰が誰に言っているんだって感じで、鏡を見たことがない人って、本当にいるんだなって思っちゃいました。韓国と日本の主張が食い違った場合、100% と言っていいほど、後から、韓国さんの嘘がバレてると思うんですが、そんな韓国さんに、日本は透明性がないとか、数値を操作するとか言われるとは、ちょっとびっくりですよね。まあ、そんなことが日常茶飯事の韓国さんだから、そう思っちゃうんでしょうね。そして、韓国さんの3つの条件も、日本に難癖をつけるためのものって感じがひしひしと伝わってくるので、申し訳ないですが、その3つの条件は、1つも飲むことは、できそうにありません。韓国さん？韓国さんが賛成しような反対しような、日本には関係がないですし、どんなに反対しようとも、決定は覆らないので、今まで通り反対しておいてもらえますか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。